北朝鮮はアメリカ中枢の偵察を始めたのでしょうか北朝鮮の朝鮮中央通信は今日う21日に打ち上げた軍事偵察衛星マンリギョン1号がアメリカワシントンにあるホワイトハウスや国防総省を撮影したと報じました軍事衛星の偵察任務を始める準備が前倒しで進んでいて金正恩朝鮮労働党総書記は満足の意を示したということです